こんにちは、きなこです。今回は米粉の水分量比較動画になっています。米粉パンは水分量がとっても重要なんですけど、お使いの米粉によって水分量が変わるかなと思うので、この間インスタでちょっとどんな米粉がいいですかって質問をしたら、お答えをいただきました。5社 の、 米粉を使いながらミニ食パンを使ってどれくらい水分量が変わるのか比較していけたらなと思っています。では米粉ゆだねから作っていけたらと思います。米粉ゆだねはすべて同量で大丈夫だったのでそのまま作っていきます。まずは一番リクエストが多かった熊本製粉さんの米粉で作り方を追っていけたらなと思っています。これにて失礼します。